I'll see the time. この番組は Keep on the Limit。3代目 JSOULBROTHERS のパフォーマー山下健二郎と同じくパフォーマーエリーがお送りしている FM 横浜キーポンドリーミー、はい、ではねここで KOD 一番人気のコーナーやっちゃいましょう。やっちゃいましょう。みんなでハッピートーク、イエーイ、来ました。来ましたよと。このコーナーの説明をしますと、はい、KOD 宛に送られてきたリスナーの皆さんのお悩みに対し僕たち2人が直接電話で解決していくコーナーです。おう勝俣、ゴールデンウィーク抜けてねえみたいだな。もう終わったぞ、気合入れろこの野郎ということで相川翔さん風にね、カツを入れさせていただきましたけども、似てましたか？似てましたけど、ちょっと何が迷ってた途中迷ってたバレた。いいんだよ、いいんだよ、そんな。いいっすね、好きっすね、これ。ありがとうございます、はい、ということで今日も悩める、うん、悩み子ちゃんからメールが届いていますので、はい、紹介したいと思います。ではエリちゃん、メールお願いします。はい、はい、と茨城県のラジオネームアーピーさん、18歳からです。ありがとうございます。ありがとうございます。3代目の皆さんこんばんは。こんばんは。早速なんですが相談です。はい、私は4月から社会人になりました、うん、その同期に気になっている人がいるんですが、うん、入社以来全く話したりできてません、うん、その気になっている彼が少し人見知りで、うん、どう接していいかわからなくてなかなか関われません、うん、どうしたら仲良くできるでしょうか。 PS 健二郎さん大好きです。ありがとうアピー。いやー嬉しい。アピー俺のことも好きになってねでは早速ねアピーさんに電話してみたいなと思います。はい、うん、18歳で社会人ってことは高校卒業してすぐ社会人だったことか。そういうことですね。うん、おどうすればいいんだろうね、難しいなこれな。もう繋がった。うん、電話に出るか。もしもし。もしもし。もしもし。ラジオネームアピーさんでしょうか。そうです。ありがとうございます。キープオンドリーミングです。おめでとうございます。ハッピーさん、ハッピートーク当選しました。おめでとうございます。笑ってるよ。はじめまして。三代目 JSOULBROTHERS パフォーマーの山下健二郎と。パフォーマーのエリーです。お願いします。お願いします。おめでとう、当たっちゃったよ。メール読ませていただきました。いい悩みですね、これは。恋の悩みじゃないですか。うん。同期に気になる人がいるということで、はい、あら、あらららら、恋しちゃいました、はい、すごい人見知りなんだ彼が。じゃあそうなんです、なんかちょっと、彼がちょっと話しかけんなオーラを出してくる感じなの、うん、なんかそうですね、ちょっと人見知りすぎてなんかちょっと話しかけんなみたいなオーラが出てあーそうなんだ。どうしたら仲良くできるでしょうかってことなんですけど、はい、エリちゃんどう思います、これ。そうだね、うん、なんか一緒に立ち仕事でなんか違うんですよ、うん、やってるところが全然違くて。あ、違うんだ。あ、現場が違うんだ。終わる時間も全然違うんで、うんうん、会う機会なくて。じゃあ一緒に帰るとか一緒にご飯に終わった後行くとかもなかなかそういう機会もないわけ。ないですね。あら、誘ってみたらいいんじゃない。ね、うん、番号とかメールアドレスは知ってるの。はいはい、一応知ってるんですけど。あ、交換はしたんだ。でもさ、男って基本人見知りな人多いじゃん。まあそうですね、恥ずかしがったりとか、うん、ちょっとこう異性の人がこう、うん、声かけるとちょっと引っ込みじゃんなことあるけど、はいはいはい、でも俺絶対確実に、うん、声かけられたら嬉しいと思う、絶対、うん、なんか恥ずかしがってても、うん、なんだよみたいな、ちょっと男ってそういうのあるんだよね、多分見せたかったりするから。だからね、ガンガン行った方がいいよ、もう。あの、意外と話しかけんなオーラに見えてて待ってるかもしれないじゃん。そう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 、照れ隠しかもしれない、うん、彼の。いやいや、でもなんか、いや、言い切れないんですよね、これもう健二郎さん大好きっていうね、うん、こうメッセージも来てるように、うん、じゃあ健二郎さんちょっと勇気づけてあげてください。なんか OK、 分かった、勇気づけてください。モノマネ大好きって言ってましたよ何が好きなの健二郎さんの。何が好きなの、モノマネで。あれ、相川翔さん。相川翔さん。相川翔さん。おう、わかった。じゃあ、はい、相川翔さん風に、はい、アーピーを元気づけるから、じゃあ今から聞いてください。はい、じゃあ行きます。はい。アーピー聞いといてね。はい。おう、アーピー。男っていいんだよ。照れるんだよ。だからよ、アーピー。ガンガンデート誘っちゃえよ。そしたらよ、新しい道見えてくるから。うーんって。うーんって。
やっぱりね、ガンガン誘った方がいいよ。だってさ、うん、人間多分コミュニケーション取らないとお互いのこと分かんないじゃん、絶対。はいはい、だから、うん、もうガンガンさ、アドレスしてんだったら、もう誘って、なんかご飯でも行こうよ、みたいな、はい。同期だから全然誘えるじゃん、そんなの。そうですね。うん。だから、何時に終わんのみたいな。私も、まあ、たまたまこの時間に終わるんだけど、みたいな。そこはさ、もう嘘ついて合わせちゃったりとかしちゃって。ちょっと飯行こうよ、軽く、みたいな。ね、そうですね。でご飯食べて、でそれでも普通なもう会話の話すればさ、多分お互いのさ、あこういう人なんだなみたいな分かってくるからさ、うん、そっからだよ多分。そしたら向こうもこう心開いてくるかもしれない。だからさ、どん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 お互いのことをやっぱコミュニケーション取って分かった上で、向こうも心開いてくれると思うから頑張ってください。はい、大丈夫ですか？はい、解決しました？はい、なんか、うん、話したいこととかある？え、いいんですか？いいよ、全然。もう本当にもう大好きなんですよ、うん、ありがとう。もうなんかいつもなんか仕事終わりとかラジオ聞いたらなんか安心して泣いちゃうんですね。本当にそれぐらい大好きなんですよ。いや嬉しいな、それは。もう、うん、単独もう、うん、絶対行きます。ぜひ来てください。ありがとうございます。はい、だからもう俺らもさ、そういう風に思ってくれる人がいてくれるからこそ、こうなんかパフォーマンスしがいもあるし、もうまた頑張ろうみたいな気持ちになるから、そういうことを言っていただけると本当に嬉しいです、僕たち。ありがとうございます。だからこれからもね、あのラジオだったりテレビだったりライブだったりいろいろ僕たちも頑張るんで、ぜひアピーさんも仕事恋愛ともに頑張ってください。応援してます。はい、今日のことを思い出して、うん、一生懸命頑張ってね、仕事。うん、